今高い。誰も奈良のことを責めることはできません。へえ。こんにちは、日本語教師の奈々です。오늘은스피드스케이팅주얼입니다주얼은일본말로파슈토입니다오늘은선수분인터뷰뿐만아니라아나운서분과해설자분이말하신것도공부가되니까그것도같이보세요金メダルか連覇か。さあさあ、あっと日本の隊列が崩れた。日本敗れた。カナダ金メダル。最終コーナー、日本の象徴、この隊列が崩れた。今高木、誰も奈々のことを責めることはできません。へえ。もっと自分が強ければラスト最後足を残してもっと手助けできたのかなと思うので、なんかやっぱり悔しいです。勝つ時も負ける時も、このチームパシュートはチームのものだっていうふうにコーチから言われたんですけど、本当にその通りだなと思っていて、そうですね、そういう気持ちで、はい、そのチームワークっていうところではやっぱりどの国よりも一番だなと思っているので、3人で滑ってても1人が滑っているように見えるだとか、その足の合わせ方だとかは本当にどの国よりも世界一だと思っているので、銀メダルではありましたけどチームワークは世界一だなと思っています。もっと自分が強ければラスト最後足を残してもっと手助けできたのかなと思うので、なんかやっぱり悔しいです。勝つ時も負ける時も、このチームパシュートはチームのものだっていうふうにコーチから言われたんですけど、本当にその通りだなと思っていて、そうですね、そういう気持ちで、はい、そのチームワークっていうところではやっぱりどの国よりも一番だなと思っているので、3人で滑ってても1人が滑っているように見えるだとか、その足の合わせ方だとかは本当にどの国よりも世界一だと思っているので、銀メダルではありましたけどチームワークは世界一だなと思っています。銀メダルが悔しいと思えるチームになりました。そうなんですよ、はい、ナも笑顔戻ってきました ね、はい、胸を張っていい誇らしい銀メダルです。마지막까지봐주셔서정말고맙습니다조금이라도도움이되면구독과좋아요부탁드립니다日本語教師のナナでした。さようなら。